ドネチク、ドネチク、ラテン、文字表記ドーネッツキロドネツク IPADJSK は、下半のウクライナの工業都市である。1924年までは、ユゾフカユザベカ、1924年から1961年は、スターリノストリノなどの名称だったドネチクは、ドネチク州の行政的な中心で、歴史的に、ドンバスでは、 大きな経済や文化など非公式なら首都である。ドネツクは隣接した他の大きな都市であるマキーフカや他の周辺部の都市と一緒に地域の大きな都市化したスプロールやコノベーションを形成している。ドネツクはウクライナの主要な経済や工業、科学の中心で企業や熟練した労働力が集中している。ドネツクはウェールズの実業家。 ジョン・ヒューズにより1869年に創設され、製鉄所やいくつかの炭鉱がこの地域に建設された。町の名称は、創建に関わったジョン・ヒューズの役割を認め、ユゾフカ・ユザベカと名付けられた。ユーズはロシア語やウクライナ語で、ヒューズに禁じ。ソ連時代、ドネツィクでは、製鉄業が拡大した。1924年に、町の名称は、スタリノ・ストリノの解消され、 1932年にはドネツィク地域の中心となった。1961年に町の名称はドネツィクに改称され、今日でもウクライナの炭鉱と重要な製鉄業の中心として残っている。ドネツクの人口は2010年現在で98万2千人で、都市圏の人口は2011年現在で200万人を超える。 2001年ウクライナ国勢調査によればドネツクはウクライナでは5番目に大きな都市であった。街には100万のバラの街という愛称がついている。2014年以降、市内の大半の地域はウクライナ政府の管轄が及んでおらず、ドネツク人民共和国の支配下に置かれている。ドネツクは1869年に創設され、ウェールズの実業家、 ジョン・ヒューズは製鉄所といくつかの炭鉱をロシア帝国の南のアレクサンドルフカ、アレクサンドローブカに建設した。町は当初、ユゾフカ、ユザベカという名が与えられていた。初期には多くの移民をウェールズから受け入れており、特にマーサー・ティドビルからであった。20世紀初め、ユゾフカの人口は約5万人で人口の大部分は近隣のロシア領からで。 1917年には都市の地位に達した。主要な地区であるハイゲルゾフカヒューズブカは英国コロニーと名付けら、イギリスの起源は街並みや建築物に反映されている。ロシア内戦が1918年2月12日に勃発するというゾフカは、ドネツクイコールクリボーイロークソビエト共和国の一部となった。共和国は1918年3月20日に、 第二全ウクライナ議会でソビエトウクライナ独立が発表されると解体された。これは国際的にもソ連にも認知を得ることができず、ブレストリトフスク条約に応じて廃止された。1924年にソ連の支配下になると町の名称はスターリンに解消された。当時の町の人口は63、708人で、翌年には8085人となった。 1929から31年には、町の名称は、スタリノ・ストリノであった。5 5 3トルのシステムが付設される1931年まで、水道設備、飲み水用は、町にはなかった。1933年7月には、ウクライナ・ソビエト社会主義共和国のドネツィク州の、行政の中心都市となった。1933年に、 最初のの下水道施設が導入され、翌年には市内では最初のガス開発が行われた。第二次世界大戦の初め頃のスタリノの人口は50万7千人で、戦後は17万5千人であった。第二次世界大戦中のナチスドイツのバルバロスタ作戦で町は完全に破壊され、大部分は戦後に再建された。 ナチスは1941年10月16日から1943年9月5日まで街を占領していた。イタリアモスタリノの占領に参加していた。ナチスドイツが占領していた当時のドネツィクの領域は主にユダヤ人列島が構成され3000人のユダヤ人が死亡し、強制収容所では9万2000人の人たちが殺された。戦時中は 連帯責任制度が適用されていた。1945年には、多くの17から35歳の若い男性や、女性の強制労働者がのユーゴスラビアやハンガリー、ルーマニア、バチュカやバナトのコミュニティから、賠償強制労働として抑留され、極度の混乱な中、スタリーノの再建や、鉱山労働で働かされた。その多くは、病気や栄養失調で死亡している。 ニキータ・フルシチョフの第二のヒスターリン化の波で、元の指導者であったヨシフ・スターリンと距離を置くため、1961年11月に、町の名称はドン川の支流であるドネツ川にちなみ、現在のドネツに解消された。1965年には、ウクライナ国立学士院の組織の一部である、ドネツィク科学アカデミーが設立された。企業を支配する。 ギャング戦争の中心であった1990年代の困難な時代を経験した後、ドネツクは主に大企業の影響を受けて、近年では急速に近代化した。2004年ウクライナ大統領選挙で、ドネツクでは大部分がが勝者として発表していたビクトル・ヤヌコービチ候補に投票していたが、この投票結果は後に裁判により無効とされた。これにより再び選挙が行われ、 ヤヌコービッチは決戦投票で落選する。ユーロマイダンごとクリミアの将来に関するの2014年、クリミア住民投票の発表の影響を受け、ドネツィク州の州議会は、州の将来を決定するために、住民投票を行うことを可決した。2014年3月3日には、多くの人々がドネツィク州の行政庁舎に押し入り、ロシアの国旗がはためき、ロシア、や、 馬英雄と叫んだ。警察は反撃しなかった。州の後半にドネツクの当局は地域の地位に関する住民投票を非難し、警察はドネツク州庁舎を取り戻した。ドネツクはの中心の一つとなった。2014年4月7日、親ロシア派の活動家がドネツクの行政庁舎を制圧し、ドネツク人民共和国を宣言し、ロシアの介入を要請した。 2014年5月11日にがドネツックで行われ、投票者は政治的な独立を選択した。それは、ドネツック地域で投票した90%以上の人たちがキエフからの政治的な独立を支持したと自称、ドネツック人民と目に選挙委員会の長である、ロマンリアキン・ローマン・ライアジェンが述べた。ウクライナはこの住民投票を認めず、アメリカや欧州連合も、住民投票は違法と述べた。 6月のポロシェンコ政権の成立以後、奪還を目指す政府軍と親ロシア派との間で激しい戦闘が勃発。政府軍は一時ドネツィク空港を制圧し市がに迫るもその後押し返され、2015年2月の停戦時点ではドネツィクは親ロシア派の勢力圏にある。ドネツィクはウクライナのステップの景色にあり、周辺には森林や丘陵地、ボタ山、 河川や湖が広がる。北港は主に農業に利用されている。は、町とアゾフ海を結んでいる。アゾフ海は南に離れた場所にあり、ドネツィク市民にとっては、ポピュラーな交楽地である。町の周辺には広大な農業地帯が広がる。都市は南北に、東西にに広がる。近隣には、ナイズネカルミウスナイズニコールミアスとドネツティクコ、206。 ヘクタールの貯水池があり、市内には、ガルミス川を含めてアスモリフカ川、アズマリーブカ、チェルパシキナ川、チェラパシカイナ、23km、スコモロシュカ川、スコモロウシュカ、バクフムトカ川、ベクマカの5つの河川が流れている。また市内には125のボタ山がある。ドネツクの気候は、穏やかな大陸性気候で、欠片の気候区分では、湿潤大陸性気候、DFB に含まれる。 平均気温は1月が低い摂氏4.1度、7月が摂氏21.6度である。年間の降水日は162日で、年間降水量は556ミ、mm、リメートルである。ドネツクは、ドネツク州の州都であり、ドネツク市自治体の中心である。ドネツクは、州の海の都市で、市自体にある、ドネツク市自治体より、直接的に州の影響を受ける。 ドネツク市域は旧の行政区、ライオンに分けられている。それに加えて、それぞれのライオンには、ドネツク市議会の会の、地区議会がある。ドネツクの2010年現在の人口は98万2千人を超え、都市圏の人口は2014年時点で156万6千人である。ウクライナでは5番目に、大きな都市である。2001年の国勢調査によれば、 ドネツク地域には130を超える民族グループが居住している。ドネツク州の人口の56.9%、274万4100人は、ウクライナ人 38.、38.2%、184万4400人は、ロシア人が占めている。地域の言語は、人口の74.9%はロシア語を母語とし、ウクライナ語は24.1%を占める。 58.7%のウクライナ人の人々は、ロシア語を母語としていると考えられる。ドネツク地域の450万人のうち550人は、ロシアの市民である。ドネツク市自治体の現在の民族構成は、以下の通り、1991年には3分の1は、ロシア人、同じく3分の1は、ウクライナ人と明言し、残りの多数は、自身を、スラブ人と明言していた。 ドネツィク周辺はかなり都会化した人口が集中するコナベーションである。労働力は大きく重工業に関わっており特には著しい。ドネツクはドンバスとウクライナの重工業や炭鉱の重要な中心である。直接的に炭鉱が都市にあり、最近では鉱山事故が増えてきており、2007年に発生した2007年。 ザスヤズコ鉱山事故では10人の労働者が死亡している。ドネツクの経済は200の産業組織で構成され、合計の製品生産額は年間500億フリブニャを超え2万を超える中小企業がある。市内の石炭工業は17の炭鉱と2つの先行所があり、夜勤産業は5つの夜勤工場が市内にはある。エンジニアリング関連は67企業。 食品関連は32企業ある。ソ連崩壊によって、ドネツクや他の近隣のドンバスの都市では、多数の工場が閉鎖されたり、多くの人々が仕事を失った。しかしながら、厳しい状況にかかわらず、ドネツクは発展した都市である約41万2千平方メートルの生活空間、のがス網の水道網が1998から2001年に整備された。 市内にはまたドネツィック経済特区があり、2007年現在9つの都市と姉妹都市の関係がある。1962から1996年にはドイツのマグデブルクとドネツクは経済協力を結んでいた。航空会社のドンバスアエロは本社をドネツィック国際空港の敷地に置いている。2012年にホーブスではウクライナでビジネスを行うために 最高の都市と認められた。また、ヒューマンキャピタルや購買力、インフラ、快適性の指標で高い位置にあった。ドネツクにはショッピングセンターのがある。ドネツクは大きなスポーツの中心でインフラも発達しており、デビスカップや UEFA チャンピオンリーグなど国際的な大会も繰り返し開催されている。サッカーやホッケー、バスケットボール、ボクシング、 テニス、陸上競技など様々なスポーツで国をリードし、代表する都市である。ドネツクで最もポピュラーなスポーツはサッカーで、3つのメジャーなプロサッカークラブチームがある。FC シャフタールドネツクは、ドンバスアリーナを FC メタルルフドネツクはを FC オリンピックドネツクはをそれぞれホームスタジアムとしている。この3つのクラブチームは、 ウクライナのプロリーグの最上位ウクライナプレミアディビオンに参加しており FC シャフタールドネツクはウクライナチャンピオンシップウクライナカップでは複数回優勝しており2008から2009年のシーズンには UEFA ヨーロッパリーグで優勝しているドネツクにはまた女子サッカーのがありでは歴史的に最も成功したクラブチームの一つであるドネツクには サッカースタジアムのドンバスアリーナがあり、このスタジアムは2009年にオープンした。東ヨーロッパでは初めて UEFA の基準で、エリートカテゴリーで設計、建築されたスタジアムである。UEFA エウロ2012の共同招致で、ポーランドとウクライナは、招致に成功し、ドネツィクのドンバスアリーナはの3試合と準々決勝、準決勝の会場として選ばれている。は 予備のスタジアムとして選ばれた。ドネツクは近くの都市、マリウポリと共にの共催都市であった。ドネツクでの開催では RSC オリンピスキーとメタルフスタジアムが使われた。ドネツクにはアイスホッケーのクラブチームであるが2011年以来でプレイをし、2011年にはで優勝し、ウクライナでは唯一エリートレベルのクラブチームである。1シーズン参加した後、 クラブは KHL の規定にアリーナを改良して2012年のシーズンからリーグに参加している。2013年にはドネツクでアイスホッケースーパーファイナルが開催され HC ドンスは優勝している。ドネツクにはまたバスケットボールクラブのがありでプレーしており2012年には優勝しチャンピオンタイトルを得ている。クラブはをホームとしている。 市内には他にも今はなき注目されたクラブチームもあった。和では5回優勝していたが2011年1月にシーズンの途中で財政的な問題により解散した。ソ連のバーレーボールのトップチームの一つであったは1992年にソビートバレーボーツチャンピオンシップで優勝した最後のクラブチームで独立した。 ウクライナのリーグでは1992年と1993年最初の2回優勝し、1993年のウクライナカップでも優勝した。しかしながら金融的な問題によって1997年に降格しその後のシーズンで解散した。ドネツィクでは1978、1979、1980年にソレンテニス選手権が開催され、 2005年にはデビスカップのいくつかの試合が開催されている。2002から2008年に ATP チャレンジャーツアーの一部であるが開催され女子の ITF ウーメンズサーキットに分類されるが2012年から始まっている。ドネツィクは常に陸上競技の中心で様々な催しが開催されている。1978年と1980年には ソビート陸上選手権が開催され、1984年には単独開催都市であった。また、が開催された。これらの陸上競技の大会は RSC、オリンピスキー、当時は RSC ロコモティフで開催された。別の陸上競技では、ドネツィクは棒高跳びで、世界的にも有名なアスリートであるセルイブブカを輩出している。 既存のプロスポーツクラブと現在は解散したかつてタイトルを獲得したクラブ。ドネツクの主要な区域で、この広い通りは市内をめぐる、あらゆる観光客の起点である。新旧様々な建築物や、小さな公園、シャルタ、ホテル、レストランなどが立地している。史跡は通りや、レーニン広場、オペラバレエ劇場、炭鉱オットのモニュメント、ドネツク演劇場が含まれる。 壮大な6メートルのアルトマ通りにあるゾウアで、ソビエトでも最も著名な政治家の一人であった。1921年にドンボスで、セルゲイエフが亡くなるとスターリンは彼の息子を選出した。は1936年に建てられ、優美な外観と世界クラスの公演は要する劇場である。ドネツィクには1946年からがある。は、 ドネツィク中心部にある5つ星ホテルで、ウクライナでは唯一ザリーディングホテルズオブザワールドに加盟している。建物は1938年に、シュバロバ・シュベローバとリハニコフリーチャニコ部の計画により1938年に建てられた。ナチスの占領期間には、ドネツィクゲシュタポ本部が旧ホテルに置かれ、戦時中に建物の一部は破壊された。2004年の再建後に、 ホテルはオープンしている。美しい緑の遊歩道が2キロメートルに渡り続いている。噴水やオープンカフェ、タラスシェフチェンコなど多くの興味を引く、彫像等が点在する。通りには鉄から単ヤで作り出された植物の彫像もあり、もともとは1896年に地元の鍛冶屋であったアレクセイ・メールトサロブ、アレクセイ・マートソロフが一本のレールから作り出し、 展示されたもの技術力の高さを示している。2001年からドネツィク国立工科大学の前に町の設立の功労者であるジョン・ヒューズの像がある。彼はドネツィクに産業の歴史を与えユゾフカの製鉄所に関わった。ホージドフィギュアパークは2001年に開園し一種につき1インチのオブジェである。国際単野古芸祭が毎年 パークで開かれている。ドネチクはユゾフカ・ユザベカと呼ばれていた時代、街は北と南の二つの部分に分かれていた。市の南側は工場や鉄道駅、電報局、病院、学校があった。工場からそう遠くない場所はイギリス人街で技術者や管理者が住んでいた。ジョン・ヒュースの家や様々な外国人労働者の建物群が建築された後、 市の南部分は主に英国式に構築された。これらの建物は長方形や三角形の形をした。ファサードや緑色の屋根、大きな窓でこれらは建物やバルコニーの大きな部分を占めていた。町のこの部分は通りは広く舗装がされていた。ドネツクの建物の形成に対して大きな影響を与えたのは、ノボロシアの会社の式建築家モールディングイヤーであった。 当時のユゾコフ南部の建築物は、ジョン・ヒュースの家、1891年のものを一部、保存、ボルフール・ボールファー、1889、ボッセで構成されていた。ユゾフカの北側であった、ノビソベとノーブジェイスベットには、商人や職人、官僚が住んでいた。そこには、市場や警察本部、イエス変用大聖堂などが位置していた。 のびそべとの中央の通りと近隣の通り材には主に1階か2階の民家や市場、レストラン、ホテル、オフィス、銀行があった。ユゾフカの北側部分で有名な保存されている建物にはホテルグレートブリテンがある。最初のスタリノ時代での総合的な計画は1932年にオデッサで建築家ピーゴラベシェンコにより作られ、1937年に 計画の一部に手が加えられた。この計画は、市の建設局の歴史では、初めてのことであった。ドネツィク市内の大部分の建築物は20世紀後半以降のもので、設計は、ドネツィク市の建築家、パベルビグジェルゴーズ・パベルビグダーガーゼで1978年に、ソビエト連邦国家賞を受賞した。ドネツクの住民はそれぞれ多くの異なった宗教に属しており、 正教会、東方天礼カトリック教会、プロテスタント、カトリック教会、イスラム教のモスク、ユダヤ教のシナゴーグなど様々である。最も多くの信徒がいる宗教にはウクライナ、正教会、モスクワ総主教長系、キエフ総主教長系である。2014年にドネツィク臨時政府議長デニスパーショリンの署名のビラがユダヤ人の杉越しで配布された。ビラには、 ドネツクのユダヤ人の市民は彼ら自身や自分の財産、家族を親ロシア派の当局に登録するように伝えていた。ビラではその要求に従わなければ市民権の取り消しや財産の募集につながると主張していた。ビラのホロコーストの影を見たドネツクのユダヤ人には混乱と恐怖を引き起こした。しかしながらビラはロシアトゥデイの報道によれば偽物であると判断された。 以下の5つのテレビ局がドネツクにはある。ドネツクには360メートルの高さのテレビ塔があり、市内では最も高い建築物の一つで1992年に完成した。ドネツクの市民は一般にダニチャにドーニッチヤニと呼ばれる。以下の人々は著名なドネツク出身か市内で育った人々である。ドネツクに約140の博物館や 美術館があり、2つの地域の大きな博物館である、ドネツィク地域歴史博物館、ドネツィク地域美術館が含まれる。ドネツィク地域歴史博物館は、ドネツィクの姿を明らかにし、地域全体をカバーしている。1924年に開館し、12万の収蔵品には、戦史時代に遡る考古学的な発見からジョン・ヒューズの街の創設や、炭鉱、 第一次世界大戦、ソビエト時代などがある。FCS シャクタール博物館は2010年に開館し、ウクライナでは初めてを受賞した。ドネチック市内の主な交通は、トラム、路面電車やトロリーバス、路線バス、市営のミニバスであるマルシュルーとかである。市内の公共交通は、自治体が統合して運営する企業ダンルピストランにより運行されている。 市内には12のトラム路線、マイナス1 3 0トル、17のトロリーバスの路線、マイナス1 8 8トル、115の路線バス系統がある。トラムとトロリーバスは、市内に2つの駅がそれぞれある。他の市内の交通手段にはタクシーがあり、ドネツクには32台が走っている。ドネツクには、市内と郊外にバスターミナルがあり、は、 主に南方向の路線を扱い、センター早のほか、都市間路線、クリタイ・ライノックは主に北や東方向の路線を扱い、プタローフスキーは北や北西方向の路線を扱っている。1992年にドネツク地下鉄の建設が始まったが、近年になって資金不足のため放棄された。路線や駅は完成していない。ドネツクの中央駅は 年間700万人の旅客を扱い、町の北側に位置する。中央駅の近くには、博物館があり、この地域の鉄道の歴史について扱っている。他の駅には、ラチェンコボが、キーフスキー・キューニフスケイ地区にあり、マンドラキノは、ペトロフスキー・パトロフスケイ地区、マシュキートボは、ブジオニブスキー・イ・バディオニフスケイ地区にある。一部の旅客列車は、ドネツク駅を避け、 市内の安バ畑駅で扱っている。また市内には子供鉄道もある。ドネチクは UEFA e ロ r 2012の開催都市であったので UEFA の必要条件に応じるめ新しい鉄道ターミナル施設が計画されていた。ドネチク州は重要なウクライナの交通のハブである。ドネチクを基盤とするドネチク鉄道はウクライナでは最大規模の鉄道部門の一つである。 地域の農業や工業などの事業や、ドネツクやルハンスク、部分的にドニプロペトロフスク、ザポリーニャ、ハルキュー州の人々に供されている。ロシアのロストフがドヌエ続く、欧州自動車道路のが途中、ドネツク市内を通っている。これに加えて、国際道路の M04 が市内を通る。ウクライナの国道 N15、N20、N21 号線も市内を通っている。 ドネツクをバイパスする4期目の環状道路の工事は2014年に完成する。ドネツクにはドネツク国際空港がある。1940年代の終わりに工事が終わり、1950年代に供用が始まった。すべての空港施設は1973年に完成している。ドンバスアイロはドネツク国際空港をベースとして運航している。 2014年7月現在では親ロシア派とウクライナ軍の戦闘により空港は機能、停止状態にある。ドネツクにはいくつかの大学があり、5の国立大学と11の研究機関、3のアカデミー、技術学校、5の私立大学、6のカレッジが含まれる。最も有力で著名な教育機関はで1921年に創設された。 は1937年に創設された。国立技術大学とマグデブルクの大学は密接な関係を持っている。1970年以来、100人を超える東ドイツからの学生が2つのドネツクの国立大学のどちらかで高等教育を修了している。ドネツクにはまた1930年に創設されたが、あり、ソ連では最大規模の医科大学の一つであった。 ドネツクには科学研究機関やイスラム大学、1960年に創設されたコンセルバトアールのプロコフィエフドネツク、国立ミュージックアカデミーある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。